皆さん、グモリ、今日は月曜日、8月14日かな、3日かな、ガストニアという町にいます。遠征先でね、休みっていうのは、まあ、珍しいんで、ちょっと今日は知らないガストニアという町をちょっと散歩してみようかなと思います。それでは行ってきます。こちらが泊まってるホテル、ホリデーインエクスプレス。だいたい部屋は2人部屋で、選手相部屋で泊まってます。かなり綺麗で、プールとかもついてたりします。ガストニアは天気がいいですね。今日も今お昼なんですけど、34度ぐらいあります。サークル K ある。日本でもあまり見ないサークル K がある。道が広いっすね。タコベル、ハーディーズって初めて聞いた。ハンバーガー、ダンキンドーナツもある。ランキン湖というね、湖があるらしいんでね、行ってまいりたいと思います。アメリカの家めっちゃいい。庭めっちゃ広いし、なんかすげえ自然の中に。めっちゃのどか。見てくださいよ、バレーボールも落ちてますよ。そんぐらいのどかです。着いたっぽい。めっちゃ広い。着きました。着いたよ。ほら、どこに湖あるの。 あっちにありそう。水めっちゃ綺麗。綺麗。砂浜。うわ、すごい水が綺麗。小川が流れてますね。あ、冷たい。綺麗な蝶々もいます。稲川さんに見せたら何蝶々か分かんのかな。今ね、あの警備員さんに呼ばれ、あの蛇がいるんで気をつけろって言われたので、僕は今からここで昼寝したいと思います。気持ちいい。昼寝スポットを見つけました。めっちゃ空きれい。
なんかこういうとこブラックピンクのライブ、ライブじゃねえ、 PV であったの。すごい、釣りできそう。着いた。ランキンレイク水。白鳥いね。想像してたよりでかいです。ちょ待って、イルカいるっぽいよこの湖。な、読めないけどイルカの絵描いてある。やば、湖ってイルカ住めんの。ちょっと休憩。あっち、ちょっと歩いただけでもなんかすげえ体力持ってかれる。とりあえず白鳥見つけたんで、後ろから迫ってちょっと行けそうか確認したいと思います。ここめっちゃいい。長旅でね、ちょっとお疲れなんで、よいしょ、休みながら行こう。白鳥いました。今日の晩飯、あれ白鳥じゃなくね。おーい、アヒルだこれ。アフラックの。ほら泣いてる。おーい、おー返事した。なんか木で休んでる。かわいい。アヒルか。何してんの？アヒル。ランキンレイク楽しかったです。明日からまた試合が始まるんで、また動画お楽しみに。それではまた。